タマのやつどこへ行った行って行ってちゃん、タマのやつ帰ってきた時から元気がないんだ。少し足を引きずってるし。怪我したのかな。調べてみたけど、痛がるだけでよくわからないんだ。じゃあ、お医者さんに見てもらった方がいいかもしれないわね。うん。ありがとう、エミちゃん。明日お医者さんに連れてってあげるからね。エミちゃんがいい先生を教えてくれるって。ももちゃんがお腹を壊した時も見てくれたんだって。大丈夫だよ、すぐ治るから。やあ、ポチトラ。よう、タマ、聞いたぜ。ブルにいじめられたんだって。ポチもブルに踏みつけられたんだろ。うん。それよりタマ、大変なことになっちゃったね。何が？お医者さんに行くんだろう。うん、でも痛いの治してくれるってたけし君が。いやいや、甘いな。お医者さんなんてそんなに簡単に痛いところを治しちゃくれないよ。本当？トラはよく高いところから落ちてお医者さんに連れて行かれるからね。まあ自慢じゃないけどね。お医者さんに行くと一体何されちゃうの？お医者さんってね、悪いところを見つけるまで叩いたり引っ張ったり、ひどい時にはハサミで毛や体を切ったりするんだよ。そういえば、僕なんかどこも悪くないのに注射されたことがあったな。細い針をお尻にブスって、それが痛いのなんのっても。どうしたんだよ、タマ。ほら、こっちにおいで。なっちゃうじゃないか。絶対痛くしないから。多分痛くしないと思うよ。タマ、元気出してね。ももだってタマが早くいつものタマに戻ってほしいってね。え、
ルダ、あんなに泣いちゃって。岡本さん、どうぞ。はい。お名前は？タマです。タマ、どうしたの？昨日から足を引きずってとっても痛そうなんです。ハサミで毛や体を切ったりするんだよ。にゃ、細い針をお尻にブスって、それが痛いのなの。じゃないみたいね。にゃにゃタマ、にゃ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 タマ、逃げたりしたらダメじゃないか。にゃ、はい、しっかり押さえてて。おしまい。にゃ、そうか、みんな心配してくれてたんだ。にゃ、タマ、元気でね。どうだった？トゲが刺さってただけだったよ。なんだ。みんなタマが心配で来てくれたんだね。ねえねえ、どんなことされたの？痛かった？よく我慢したね。そりゃそうだよ、男の子だもん。昨日はよくもやったな。タマ、ここを通り抜けてお逃げよ。ほら、サンキュー。たまったら、また病院ね。さあさあ、冷たいアイスクリーム。アイスクリームはいかがですか？はい、どうぞ。欲しいな、あれ。
にプレゼントしよう。正面に帰りたいな。ベビー。Yeah!
この道でいいの？気がするんだけどな。やまないかな。あっちの方がいいな。